こんにちはよしです今日もこんな風うにボイスログができてすごく幸せです。えー、っとね今回はですね仕事についてこうやって まあ僕の感覚みたいなものを話してみたいなっていうふうに思います。で仕事に就くとかまあどっかの会社にね就職するとか自分で仕事するとかうん独立して会社を経営するとか何かいろんな仕事っていうのはあるんですけどもまあねその皆さんどういうふうにねこうその仕事を選ばれるのかっていうと、まあまあ、好きなことをね やってみたいとか自分のこう伸ばしたい技術っていうのがあるからもうそれに合わせてやってみたいとかどうしてもこれが好きだからやりたいっていうのとはまた逆で、まあ、生活するためにこうお金がどうしても必要だから自分のできる範囲のことで仕事を選んで、まあ、やってるとか、まあ、こういった資格とか技能を持ってるからそれに合わせてやるとか人それぞれのね 理由があって、まあ、仕事を選んでると思うんです、ね、で、僕がこう感じる今仕事っていうのは仕事って何でもいい何でもいい,何でも,い,い、まあ、何でも嫌だっていう方がいるとそうじゃないでしょうっていうふうになると思うんですけどあのそうじゃなくてですね全部どんな仕事でもほとんどの仕事がですね尊い 尊いんだっていうことなんですよ。例えば。肉体労働は下で頭を使ってする仕事が上でみたいな。なんかそういうのって全くないっていう風に今すごく感じています。うんと僕はその、まあ、前回紹介させてもらった感じで。で、まあ、体を動かす仕事をやってるんですけど、で体を動かすと贅肉と折れちゃって。 あの体も軽くなってっていうふうな話をしたと思うんですけど内容は、まあ、食料関係なんですねで今コロナで大変じゃないですか世の中ねコロナで影響を受けている方っていっぱいいて仕事を失っている方っていっぱいいると思うんですけど、まあ、ちょっと辛いですよねだけど僕はその影響が少ないもので実は選んだんですようん でスーパーに行くと必ず置いてるようなものでスーパーって閉まってないですよね飲食店は閉まってますけどスーパーって閉まってないじゃないですかでスーパーに置いてるものでベーシックなもの安いものの食料品とか加工品だとかはなくならないんですよ逆に需要が増えてるんですよでそういったとところに行くと 貨車は潰れないですよ、ね、うんうん営業停止とかならないですよね。ということはコロナの影響を実はあんまり受けてないとか逆に収入も上がっちゃう可能性があるんですね。うん、でそういうところに今出ます。そうするとなんて大変なことをしてるんだろうっていうふうにちょっと思って。 ってるんですねでなんて大変なことをしててこんなに安く売っててすごい尊い仕事をやってるんだなっていうのを体、まあ、体でで感感して実感してて実るんですよでそうなるとこの仕事内容がどうのこうのってまあ確かにこう肉体労働なので、まあ、筋力がある人体格のある人っていうのはこういうものができるけどそうじゃない人はできないとかってあるんですけどほんと尊い。 仕事ななんだなっていうふうに思っててていうに思じゃあ他の仕事はどうかって言ったら全部尊いんですよ。なんかそこの仕事をすることでなんか支えてるんですよ人々の生活を。となると立派なことができるからこっちが素晴らしいだとか、えー、僕みたいに独立して写真の仕事とかしてると。 写真家の先生ですかみたいな風になっちゃうんですけど先生ってついたら立派なのかっていうのは全然そういうわけじゃないのが気づいたんですね。うん、で年齢も関係ない役職がついてて課長さん部長さんとかってで僕ぐらいの年齢になってくるとそういう役職の方っているんですけどじゃあその人が偉いのかって言ったらなんかそうでもない。むしろ 僕が出会っている方で言うと20代の方前半とか10代後半の方の方がこうみんなで共有し合って助け合って仕事しましょうみたいななんかそういう空気って強いんですねうん出会った若い子のもうほぼ100%そういう感じなんですよほぼ100%って変ですね <laughs> うんじゃあ95%ぐらいにつきましょうかね うんうん、そういう資質を若い子の方が持っている。じゃあこの子たちは部長さんとかよりダメなのかってっ全然そうじゃなくってこの子たちもすごく尊い仕事をしている尊い考え方もしているとなるとですよ職業の内容とかは全く関係なくって人間性だけが見えてきたんですねそうやってやってると。 僕これ2つすすごいい財産にしていますだからこう今からこう就職仕事を探している方とか、えー、例えばコロナで仕事を失っちゃった方とかいるとは思うんですけど、まあ、そういった方も全然全く別の仕事をね始めちゃっても僕はいいなっていうふうに思っています。で僕はどうしてもこの映像を撮るっていう。 写真を撮ったりとかビデオ編集したりとかするのが大好きなので,で自然が大好きなのでもうどうしてもこれはやりたいというかもう勝手に体が動いてやっちゃうものだっていうふうに思っています。うん、だからそういうのはまあそれはもうしょうがないんですよやりたいのでね。でそうじゃない方ってこう逆に自由度があって何でもできると思うので。 で何しても尊いなって何してもすごいな何しても立派だなっていうふうに僕はすごい思う,思うというか感じているのであの本当に気楽にねやってみてください。えー、っといやそんなこと言われても仕事がないんですよってで自分ができることがないんですよっていう方もね多分いると 思いますでも飛び込んでね何でもやってみたらねすごいいいんじゃないかなっていうふうに、えー、と今になって50歳超えてから思うようになりました。で、えーとね、大事なのは自分が現実っていうのを作っていってるのでどこに意識を向けるかだけを失わなければいい。で職場で ああれが嫌だこれが嫌だこんな会社の待遇は嫌だとかっていろんな文句言ってる人いるんですけどそれって向けてる意識が平和じゃないんですよ、うん、幸せだとか平和だとかそっちの方じゃないだけなんですねそっちの方じゃないっていうことは不満ばっかしの方に意識が向いちゃっているのでそういう風なその思い が出てきてきしまうだけなんですね、うん、だから意識だけですね意識の問題がクリアできればどんな仕事をしても楽しく楽しくまではいかないかもしれないですけど充実してる感謝する気持ちがある出てくるっていうような感じで仕事はできていくんじゃないかなと思います。で世の中ね今時代がどん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 変化してるので、まあ、1年間だけそういうことしてみるとか。 それでもいいんじゃないかなっていうふうに思うのでうんあの目指す方向さえ間違わなければ手に導かれていくのでまあ頑張っていただければなって思います。えー、っとねこういったことを言うとそうじゃないよとかって言いたい方っていっぱいいるかもしれません。だけどまあこれは本当の話だと自分の中では思ってて僕の中での現実の話になります。 はい、まあこんなことを考えてる人もいるよっていうことで紹介させてもらいました。ままたたね次回いい話してみたいなと思いますではまた今日もご視聴ありがとうございました。